ったんですよね。日経商品の本田さんをダメだって言って回収してるくせに結局なく、それもおかしな話ですよ。回収してるんだ。回収してますよ。日立商人、日経商人のは、ボンドさんもう基本的に買いなさいっていうのはほぼ強制的な、ほぼ強制な指示。あ、前はじゃあそのご本尊だったの？平成11年に日経商人のご創業を否定するまでは、もう日立商人、日経商人の OK だったんです。へぇ、それはどっから手に入れてるわけ？それも御神庫時代からの日達商人使ってるとか、長い方とそれと、あと、学会から研修会に入って日経商人だったっていう人は、頭は日経商人だと思ったいいよっていうのは、新しく別に研修会がこうカフするわけじゃないわけだね。そうです、そうです。まあ、元のまんま非公開とかの自宅拠点にしてもいいし、無神庫の場所にしてもいいっていうのは、じゃあ、変な理屈だよね。まあ、それも仕切れてないから。でも、じゃあその否定し始めた時から今度回収が始まったわけだ。そうです、そうです。でそれまでのご本尊は何だったんだよ。本当です、本当です。でケジメク僧正はもっと前にされたかされないかって話だから、ね、それを自分が検証新聞で否定を始めた瞬間にケジメクが断絶しちゃうんだ。そこからそういうことだよね。じゃあそれまでの間は工藤君があったのなかったの？そういうことになるよね。それまで高校の高本堂さんの、いやもう浅井先生がもう世界の中心だ。もう仏法の中心。ふわあ、すべては浅井先生によって回っていると。浅井先生だけが御所を正しく読めます。でもケジマクも呼び戻したり、こう切ったり先生がしてるわけ。先生がご僧正を受けてないのに、どういう根拠でそれが発生したの？先生だけに。小本堂が破壊されたのは、ひとえに浅井会長の、おかげだから、大商人様から直接、もう浅井会長が、そういう力を。そういう、御馬前の戦いとかよく言ってましたけどね。何の？御馬前の戦い。御馬前、あ、大商人の馬の前のね。はいはい、っていうことは、今の論理的に、証明とか説明するにはそういうロジックなわけね。こういう小本堂を壊滅せしめたその功労者がゆえに、はいはい、ケジ脈もつなげたり切ったり、はい、ご本尊を生き返らしたり殺したり回収したり配ったりできうる力をこの700年の彼方の大乗人様から直接こういただいた。そう考えた。おーみたいな。ほぼそういう考え方です。いやー聞いてみるもんな。国の分野を言われる前に先に言った方がいいんじゃないですか。こっちから。いや思いもつかないもんだって。そんな発想とってもじゃないけど出てこないもん俺。その方が。いや動画的な話してんの？動画の絵面的にそっちとか言ってた。いやあんまり向こう遠向けすぎちゃってね、いくらなんでもそんな発想できませんよ俺。超もう一回今日初めて聞いたわそのロジックは。だからもう一回ちょっとあんまりぶっ飛んじゃって整頓すると整頓するとだよ。じゃあこの時にもう一回だな、まあ、全員が日蓮召集の信徒に復帰してご本尊様を家父していただける。家父する人は誰？ご本尊。で具体的に言うとこの時で言えばもう日蓮聖人しかありえないですね。日蓮聖人はけじ脈は切れてるわけですよ皆さん方の言い分だとね。もう一回どうしても引っかかるな。けじ脈が切れてるご本尊からご本尊をお受けして、そのご本尊って功徳あると思う？さっきの話戻りますけど、検証会を戻した時点でも正しいわけだから、そこでケチメクがまた復帰するんです。それは日経商人はその自覚するんですかね？はぁ来たみたいな。そういう感じやそれは1日で来るの？それともそのそれは何日かかけてこうじわーっと来るとか。それは相乗とケチメクも違うんですよね。ケチ脈が切れてるんじゃなくて、相乗が切れてるんですよ。じゃあケチ脈が切れてないの？日経商人にじゃない。日経商人には切れてるんでしょ？そうです。相乗
だから、いわゆるケチミヤク、あの水面下説でしょ。そうです。水面下。地下水、ケチミヤク地下水説ですよね。どこかでこう、渦巻いてね。いや、だからこれはね、実は奴の本音は、ところどころに出たの。画像情報。言えなかっただけだね。それをズバリ。ご想像箱は存在してるんだから、だから、呪術の儀はなくても、ご想像箱だけは損してるでしょ、と。ってことは、もっと突っ込んで言えば、そのご想像箱さえ手に入れれば、血脈は結局自分にも頼うっていう意味なんだよ、あれ。だから、切れて切れずっていう。でそこまではっきりありてえに言えないもんだから、その先生のみが知ってるとかさ、血脈は切れて切れずとか、でも呪術の儀式じゃないんだと。呪術の儀式はなくても血脈は切れるもんかいみたいな言い方してますよね。切れてたまるかいみたいな。そりゃそうだよ、切れてたまる。だからやつはさ、そういう検証会に何千人の青年部を押しかけてって、ご相場上はこうダッシュしてくるってぐらいの発想だったんじゃないの。そうでなかったら、でも根拠が大事じゃん。なので、ご想像箱ですよ。だから、まあ、いずれにせよ、まあ、もう一回戻すと、それはまだ彼らもはっきり言ってないからね。あのほのかにチラッチラッと言い出しただけで、あのまあ、架空の話でもしょうがないから、現状でつくと、でも、日顕商人自体には血脈は通ってないわけだよね。でも、検証会を許した途端に、血脈は湧くとか、蘇る。いや、ここちょっと面白いね。やっぱここをついてみたいですね。さっきの、それ、一日でとか。でも、わかんないって、誰もじゃわかんない。一瞬にしてみたいね、そういう。日顕商人の体の中に血脈が戻る戻らないが、浅井先生がわかるみたいな。そう、レントゲンみたいな、こんな感じでこう、みたいな。日顕商人かどうかもわかりませんし。それはまあ、いや、どこにゴホスがいるの。このだって、ご命名称は平成10年に完結したんでしょ。それはですね、浅井先生。そうすると、じゃあ、あ、そっか、今は許してくんないから、ずっとよみがえないまんまいる状況なので。国立階段の将棋が磨ったら、血脈が磨いたのかもしれないけど。将棋がよみがえったら、どこだったら。いやー、浅い帝王、もう浅い帝王ですね。